はい、たくみくん、よつやくんといえばスタラバシリーズのセクシー担当ですが、はい、会場の皆さんが思わずドキッとしちゃう男子の仕草は、なるほど、1番燃え袖、2番手をポケットに突っ込む。さあさあさあ、ドキッとしちゃう方が正解。ちょっと皆さん、ちょっと燃え袖やってみて。ドキッとしちゃう方が正解。燃え袖分からん人いるから、こういうやつ、こういうやつ、こういう、こういうやつ、こういうやつ、手をポケットに突っ込む、あらかたの人間ができるだろう。ちょっと燃え袖やってみてもらっていいですか。俺なんかこんな感じだよ。かわいい。かわいい。これ違うだろ。そんな感じだよ。大人の息子だよ。大人の息子。燃え袖なのかな。絶対遊び人だよ。燃え袖なのかな。さあさあさあ、手をポケットに突っ込むないし燃え袖、どちらが皆さんがキュンキュンするということでございますな。あれ、これもう皆さん、もう移動していいですよ。どうぞ移動してください。なんか乱闘が起こってますが、やめろここでツインタワーが動いた。ここで勝負かけるのもありだよ。おお、三ですね。いいですね。お前バカ負けんぞ。いや、これ大丈夫、分かんないですよ。おい、ちょっとお前ポケットに手入れてみろよ。じゃあ、おお、俺も入れろよ、俺も入れろよ。何を、松原さん、何を、やればいいじゃねえかよ。やればいいじゃねえかよ。伊勢丹、あー、ポケット関係ねえじゃん。ポケット関係ないわ。ポケット関係ない。事故にやってるぞ。どっちがいい。ちょっと、審判、あの、宮野さんには後で何かしらの制裁を与えましょう。ごちゃごちゃしてる。江口くん、そっちでいいのね。薬あげて、そっちでいいのね。だって江口くんこっちに連れてきたから。あ、いいのね。またもう一回。あ、もういいや、もう、はい、終了。さあ、皆さんの拍手を聞きたいと思います。一番、燃え袖の方が好きって方。マジ。2番、手をポケットに突っ込むが好きな人。燃え袖、同じくらいじゃないですか。これのジャッジは、これ誰にジャッジを、ここのジャッジはなんかサボ、あの、喋らないでなんとかここを乗り切ろうとしてる日野さとしにしてもらいましょう。俺ここで俺。見逃さなかったよ。とばっちり。ヒロ君がセンターステージ行くっていう手もあるよ。復活。まずね、うん、やっぱりこれは、うんうん、こっちです。おちょっとー、けっと、どうした。俺、どうやらもうここまでみたいだ。バカ野郎。弱音吐いてんじゃねえよ。お前はまだやれるはずさ。最後までお前のこと守ってやれなくて。バカ野郎。お前はまだやれるはずだ。俺、まだ俺はやれるかな。大輔、まあ、俺はずっと守りたくて、でもやっぱりダメかもしれ。大輔、もうちょっと背中が、ちょっともうちょい上、そう、オッケー。顔けど俺、最後までお前と一緒にいられてよかった。なんか神々しい、いいライティングです。すごい神々しい。終わってない。まだ。
屍踏み越えた。大輔おかしくなっちゃった。いやいや、お前何に今ダメージ起きてない。大輔、大輔いないよそこには。お前ダメージの人いないぞこれ。俺はここだよ。俺はここだ。大輔言ってやれ、言ってやれよ、言ってやれよ、もう一度。はい、ありがとうございました。大輔走ってきた。大輔普通に帰ってきた。大輔違うよ。大輔違い、大輔違い、大輔違い、大輔違う。大輔乗り換えたぞ。大輔違い。はい、というわけで全員前にしてラインナップしてください。